ワイン畑にいます、勝沼です。このワイン畑をお手入れしに来たんですが、今日は予備剪定というものをやるということで、ハサミを用意と、パッチンパッチンとで、ちょっと私左利きなんで右で、左でスマホ持ってるんでちょっと切りにくいんですが、まずこの状態ではダメダメなんですね。で、ちょっとこう断面というか、こう切り口のところが茶色いと、これをまずハサミ入れます。そうするとこうなって、ちょっと白くなりましたね。でもこれちょっとまだいけませんね。もうちょっと切って、緑のところが現れるまで切っていくんですね。まだダメと。でもう少し切っていくと、これもまだちょっと光の当たり方で緑に見えなくもないんですが、これもまだダメです。あれ、まだダメですね。おっと、そろそろ、あ、出た出た出た。ここまで切ったら、緑色になりました。どうでしょう、こうです。これで、予備剪定完了ということになります。